先日シラ人が10名ほど上陸をしました。不法上陸をいたしました。その後私たちもこれは政府が腰抜けても日本国民はそうではない、このことを示すために私たちは10名衆議院の方も5名いらっしゃいましたが、尖閣諸島大鶴島に上陸いたしました。そして日の丸をあの灯台の鉄塔のところにかけてまいりました。300メートルの山の上にもかけてくれた人がいました。そして岩場にも2箇所日の丸をかけてまいりました。残念なことに台風14号15号でこれが飛ばされましたが、いつの間にか11日共同通信の空撮のセスナ機が写真を撮りました。いつの間にか鉄塔の日の丸、岩場にかけた日の丸が復活しておりました。そろそろ上陸はなかったはずです。その前に国営化のために財務省の役人と海保の職員が上陸したそうです。細かく誰がやったかは私たちは言いません。尖閣諸島の神々がこれを復活させてくれた。そして海上保安庁の職員の中にも本当に国を思い、そして日本を守りたいと思っている人たちがたくさんいること、改めて私たちは知ることができました。今日も尖閣諸島のあの灯台の鉄塔の下には堂々とした日の丸が輝いております。岩場には貼り付けられた日の丸が堂々と白の方の東シナ海を睨むように掲げられております。そういうことでございます。私たちの運動はやるときにはやる、言ったことは必ずやる、そしてできるまでやる、こういうのが私たちの国民運動でございます。よろしくお願いします。